母と娘の絆、市川海老蔵。母と真帆ちゃんと真矢さん、小林真矢さん、真帆さん闘病中の後悔、母に涙の謝罪、もしあの時私が。フリーアナウンサーの小林真矢さんが特番愛情マザーショーに母親と共に出演。2017年6月に乳がんで亡くなった妹真央さんの闘病中の後悔を涙ながらに告白した。真矢さんとお母さんは真央さんと3人で食事に来たという思い出のレストランで母と娘の本音トークを展開。母が本当に真矢ちゃんと真央ちゃんって仲良かったよねと話すと、真矢さんは大好きなんだもん、大好きすぎるからと言い、真央さんとの思い出を語った。その後、真矢さんは母への手紙を読み上げ、真央さん闘病中の後悔を告白。ずっと悩んでいることがあって、謝りたいことがあります。それは、バイキングの生放送の時に倒れて病院に運ばれてしまったことです。と、過労による体調不良で、救急搬送され11ヶ月の長期休養生活を送った当時を振り返り、真央ちゃんも家族もみんな苦しかった時に倒れてしまって、さらにママに心配をかけることになってしまったこと。本当にごめんなさいと涙ながらに謝った。あの時ママにどれほど心配をかけてしまったかと思うと、今も申し訳ない気持ちでいっぱいです。悔やんでも悔やみきれません。もし、あの時私が元気でいることができたら、ママの心労を減らすことが確実にできたよね。真央ちゃんのヘルプもできたよね。本当にごめんなさい。と、悔やむ真矢。ベッドから全然起き上がれず、体にも力が入らず、家の中を腰を曲げてゆっくりしか歩けなかった私に、大丈夫大丈夫、自分のペースで大丈夫といつも。変わらない笑顔で言ってくれたこと、病院の先生に一度家に連れて帰りますね。私がいるので大丈夫ですと言ってくれたこと、本当に心強かったよ。ありがとうと感謝も述べた。母も真矢を置き去りにしてしまった真央の闘病があってそっちにかかってしまった自分がいるから、真矢を置いてきてしまったんだなっていう後悔がすごくある。と涙ながらに後悔を告白。真矢がそんなことないよ。真央ちゃんのことで大変な中で私までだったので本当に後悔してて、反省してて本当にごめんねと再び謝ると、母は真矢が謝ることではないからと優しく言葉をかけた。お互いに3年間抱えていた後悔を打ち明けた娘と母。最後は産んでくれてありがとう、選んでくれてありがとうと感謝の言葉を掛け合った。産んでくれてありがとう、選んでくれてありがとう、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。